歩との決戦が始まる。無限エネルギーで押しまくる17号と奇襲を仕掛けるフリーザ、二人の攻撃で倒せっかと思ったその時、トッポがついに真の力を出してきた。その姿はまさに破壊し、こりゃとんでもないことになってきたぞ。次回ドラゴンボールスーパー威風堂々破壊神トッポ降臨、絶対見てくれよな。